今回使うレジン液はビューティーレジンの中粘度タイプを使用していきます。調色パレットに透明のレジン液を出します。4色作りたいので4箇所にレジン液を出しました。宝石のしずく、シアン、宝石のしずく、イエローグリーン、宝石のしずく、パープル、混ぜ合わせていきます。このレジン液はラメを少量混ぜます。調色することができたらシリコンモールドに透明のレジン液を注いでいきます。レジン液を注ぐことができたら、全面にレジン液を広げていきます。クマの顔の部分に気泡が入っているので、気泡を取り除いていきます。エンボスヒーターを当てて気泡を抜いていきます。調色したレジン液をモールドに垂らしていきます。
レジン液をなじませていきます。色をなじませることができたら、ラメを入れたレジン液をスティックに取り、モールドに斜めに線を引きます。斜めに線を引くことができたら硬化します。硬化することができたら、色味の足りないところにカラーレジン液を足していきます。色味を調整することができたら、縁いっぱいになるまで透明のレジン液を注いでいきます。レジン液をなじませていきます。ちなみにこちらのモールド、グリーンオーシャンさんの新春福袋に入っていたものです。概要欄に商品リンク貼っておきます。硬化が終わったので、モールドからレジンを外していきます。そういえば、このビューティーレジン液、低粘度タイプはベタつきが残りやすかったのですが、中粘度タイプはつるっと綺麗に仕上げることができます。一度にこんなにたっぷりと作ることができました。この
グミ型のモールドは失敗しにくいので、初心者の人に本当におすすめです。このように表面をコーティングするだけで、同じモールドで違う質感の作品を作ることができます。